C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。ほうじ茶、今日はちょっと思うところがあってお話ししたいことがあるんですが、幸せ感についてお話ししたいと思います。ちょっと難しい話にはなるんですけれど、皆さん幸せって感じてますか？またはどういった時に感じますか？僕、幸せ感っていうのを非常に感じられない人間だったんですね。いろんなセミナー出たりとか、心の啓発セミナーとかを出るに従って、やはり幸せ感がすごく大事だっていうことに気づかされて、でヨガを取り入れたり、いろいろなことをやって幸せを感じるようにしてるんですね。というのは、その日頃生きてることっていうのはもう正直言ってもう幸せなわけですよ。ただなんかいろんな状況に陥ったりとかして幸せ感を感じられなくなったりしてしまうわけで、例えばこう物事がうまくいかなくなってイライラしてみたりすると、こうイライラ、不安、そういったものから幸せ感を感じられなくなったりすることが多いんじゃないかなと思うんですね。ではですね、その逆に幸せ感を感じていいのかっていうこともあると思うんですね。生活していることに関してはやはりどう考えてもですね、仕事があって収入があって人並みに生活できているなれば、これも幸せなわけですよ。ただですね、美容師の技術とかそういったことに関して幸せ感を感じることが本当にいいのかっていう、今日はそういう話なんですけれど、自分の技術に満足して安心、自分の技術に満足して幸せって思っちゃうと、そこから進化しないですよね。先ほど言ったように、こう不安とかそういったものがあるから次へ行こうっていうふうに思うわけじゃないですか。例えばですね、こう、 うまく切れないスタイルがあるとします。それに対して、あ、うまく切れなかったなって言って終わってしまう人、じゃあ次どういうふうにしようか、じゃあウィッグで一回練習してみようかとか、いうふうに思う人、例えばそれがウィッグで練習しなきゃ、モデルで、やんなきゃって思って、早くやりたい、どうしようって思うのって不安じゃないですか。これって悪いことですかね？絶対悪いことじゃないと思うんですよ。で逆にですけど、その自分がある程度できてできない技術があっても、あ、うまくできなかったなって言ってヘラヘラしてるやつって幸せですよね。けどね、美容師っていうのは大きく分けて技術職、やっぱ職人だと思うんですね。そこでですね、自分の技術に幸せ感を感じてしまって次のステップに行かないっていうのは、自分のためじゃなくてお客さんのためにならないですよね。例えば僕は40代後半になって、そこからですよ、そこそこできるようになって、27、8歳の時にめちゃくちゃ忙しいのを経験して、じゃあそれでいいやってなったら、もうすでに20年間技術が変わっていない、進化してないってことになるじゃないですか。そうするとおじちゃん美容師ですよね。多分僕はですけど、こういうふうに言うともう、ちょっと勘違いされるかもしれないですけど、某ですね、自分が働いていたお店でオーナーさんがもう全然こう自分が技術やる気がないのに、お店にいないと、なんていうかな、こうお店の状況が見えないからって言って、ご指名で本当に自分に時間を合わせてくれるっていう人だけ担当してたわけですけど、もうですね、20年ぐらい前の技術をやってるから、もう申し訳ないけど、下手くそっていうんじゃなくて、こう時代遅れだったんですよ。スタイルが、技術はうまいのかもしれないですけど、自分はそういう風になりたくないって思ったんですね。やはりこうサロンワークが少なくなっても、せっかく
篠崎がいいって言ってくれる人には可愛いかっこいいスタイルを提供しようって思ってたし、今でも思うし、そうすると雑誌も見なきゃと思うし、いいスタイルどういうのかなって、可愛いスタイルどういうのかなって、かっこいいスタイルどういうのかなって今でもすごく思うし見るし、それに対して不安もあるんですよ。不安がなくなると進化しないですね。だから生活の中でやっぱり幸せ感を感じたりとか、そういったことはすごく大事だと思うんですよ。よく考えればですよ、日本に生まれたっていうことが幸せかもしれないですよね。いやそれは違うよっていう人もいるかもしれません。アメリカの方がいいとかイギリスの方がいいとかスペインの方がいいとか、そういうことを言う人もいると思いますけど、そういう意味ではなくて、例えばですけど、表現は当たってるかどうかは分からないですけど、例えばテロ国家とか言われてるところもあるわけですよね。そういう国に生まれたらどうですか。それから、発展途上国って言われてる国とかにね、生まれた場合に、例えば自分がこう学校行きたくても行けなかったり、働かなきゃいけなかったりっていう状況があったりとか、戦争をやってる国だったりとか、そういった国に生まれることももちろんあるわけじゃないですか。だけど縁あって日本っていう国に生まれて日本人として生活ができるっていうのはですね、非常に幸せなことだと思うんですよ。だから大きく分ければ生活の中で幸せを感じられるっていうのは大切なことだし、幸せを感じなければいけないと思うんです。ただですね、美容師としてそれはどうなのかなと。やはり次のステップへ行くためには、お客様を幸せにしたい、幸せにするためにはある程度技術が必要、俺の技術大丈夫かな、ちょっと不安になったり、じゃあ練習しようとか、いいもの見ようとか、セミナー行ってみようとか、そういうところを勉強しようっていう気持ちになるっていうことが、その不安から来るっていうのは悪くないんじゃないかなって思うんですよね。僕はシーノという会社を経営してますけど、やはり会社経営っていうことに関してはもう不安と、なんていうのかな、恐れというか、そういったものも非常に感じますし、美容の技術っていうことに関してもやはりこう若い時に僕らぐらいの年齢の人を見て、あいつ可愛いスタイル着れんのかとかっていうふうに思ってたから、自分がその年齢に差し掛かってきた時に本当に可愛いスタイル着れてるんだろうとか、かっこいいスタイル着れてるんだろうかとかっていう不安もある。だから練習するし、いまだにウィッグも着るし、若い子のスタッフのかっこいいかわいいを聞いたり見たりとかしようって常に思うわけですね。だから美容師ってただ幸せで、ああ楽しい楽しいだけでやれる仕事じゃなくて、不安に思ったり、じゃあ勉強しようとか、それを含めてそれを学べてることが幸せっていう感じに思えないと、止まってしまう、進化が止まってしまう。ゴールがないから美容師って。僕もまだ先輩、すごい先輩たくさんいるし、それを見てそういう風になりたいとも思うし、そのためにはやっぱり不安も感じる。だから不安を感じるっていう、技術に対して仕事に対して不安を感じるっていうことは悪くないけど、生活に関してはやっぱりみんなで生活できてるっていうことに幸せを感じようよっていうことじゃないかなと思うんですけど、皆様いかがでございましょうか。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いします。いただいた質問は私なりに誠意を持ってお答えをしたいと思います。この動画良いと思ったらグッドマーク、高評価、そしてチャンネル登録、こっちかな、よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。
ほうじ茶はいいよね。ほうじ茶はいい。